この映像は五ヶ瀬川流域に最大クラスの雨が降った場合に想定される水害を時系列でビジュアル化したものです。台風接近から山間部における土砂災害、平地部での内水、中小河川の氾濫、五ヶ瀬川での越水、大瀬川での決壊による氾濫の状況をイメージ映像も加えて示しています。命を守るためにいつどのような行動を取るべきか、この映像が参考になればと思います。台風情報です。大型で非常に強い台風が奄美大島の東で発生しました。今後も勢力を維持したまま北上する見込みです。宮崎県は台風接近前から激しい雨が降り、一部の地域においては過去数年で最も土砂災害の危険性が高まっています。厳重に警戒が必要です。関係機関はパトロールを実施し、危険箇所の確認を始めました。五ヶ瀬川の上流域となる山間部では、大雨による土石流や土砂崩れなどの災害に備え、早めに避難が開始されます。五ヶ瀬町、高千穂町、日之影町では避難準備・高齢者等避難開始情報が発令されました。この情報をもとに近所の人に呼びかけを行い、避難を開始します。指定緊急避難場所では全員が避難しているかを確認します。さらに雨が強さを増し、上流域では命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況になったため、土砂災害警戒情報が発表されました。上流域はすでに濁流となり、建物の1階が水没するところも出てきています。いつ土砂災害や土石流が起こってもおかしくない状況です。土石流は上流から下流まで非常に速いスピードで一気に流れていきます。上流では至る所で土石流が発生しています。崖崩れによって道路は寸断、延岡市への国道218号を使ったルートは通行が不可能となりました。上流域では広範囲に浸水が広がっています。土石流で道路が寸断、浸水によって通行ができない状況になり、孤立する地域も出てきました。一方、延岡市の市街地ではすでに交通機関が運行停止、住民も避難を開始します。 JR 九州では状況を見て列車の運行停止を決め、同様に宮崎交通においてもバスの運行停止を決めました。よって電車とバスを使った移動はできなくなりました。延岡市役所は避難準備・高齢者等避難開始情報を発令。これを受け、避難に時間がかかる高齢者は消防団による誘導で避難を開始しました。同時に避難所には市民の受け入れを把握するための受付を設置しました。一方、五ヶ瀬川と大瀬川は上流からの濁流が流れ込み、水防団が待機する水位をはるかに超え、さらに上昇。市内の低い土地では小さい水路から水があふれ始め、逃げ場をなくした雨水が滞っています。蓋がついている水路からも水が噴き出し、道路が冠水し始めています。延岡市の南北を走る国道10号でも冠水が始まっています。昭和町では国道10号からの脇道も浸水しています。五ヶ瀬川と大瀬川に挟まれた川中地区では、水位上昇によって排水できない水がたまる内水という現象が起こり、歩行が困難になりました。国道10号ではさらに冠水の範囲が広がり、
歩道と縁石の区別がつかなくなりました。車の量も増え、渋滞が起こり始めています。避難を呼びかける広報車の移動が困難な状況になっています。至る所で道路が冠水、渋滞が広がります。幹線道路が渋滞していることを受け、迂回路も渋滞しています。道路パトロールによる確認は継続して実施されていますが、渋滞によって移動が困難な状況です。五ヶ瀬川と大瀬川では氾濫注意情報が発表され、その後さらに水位は上昇、警戒を求める段階になり、氾濫警戒情報が発表されました。それを受け、延岡市は総合的な判断による避難勧告を発令しました。五ヶ瀬川、大瀬川の水位が上昇する一方、夏田地区の蛇谷川をはじめとする市内の中小河川の氾濫によって車両が水没するなど、広い範囲が浸水しています。この時点において、気がつけば周りは浸水し、避難が困難になっていたという状況も想定されます。取り残された住宅では、1階部分のコンセントが水没し、テレビが使用できなくなり、情報は遮断。外への避難もできず、携帯電話は混乱し、使えない場合もあります。救助の連絡もできないため、孤立する可能性が高まります。そして広い範囲で浸水しているため救助も困難な状況となっています。五ヶ瀬川と大瀬川はさらに水位が上昇し、氾濫危険水位に到達、まだ増え続けています。高い堤防を越えた水が住宅地へ流れていきます。越水した水に内水が加わることで、徐々に住宅の周辺は浸水が拡大し、道路が冠水しています。普段見えている水路も、浸水によって区別がつかなくなります。五ヶ瀬川の下流の市街地付近の状況はどうでしょうか。北小路付近の五ヶ瀬川の水位が上昇し、越水寸前の状態です。大瀬川、あがた橋付近、同じく激しい流れで越水寸前の状況になっています。大瀬川の状況です。堤防いっぱいの水は今にも溢れそうです。一方、五ヶ瀬川の堤防では消防団や地元業者による必死の水防活動が行われています。堤防いっぱいの水は今にも溢れそうです。土のうを設置していますが、水は容赦なく増え続けています。非常に危険な状況となり、消防団は撤退します。その後、堤防を越水した水は住宅地へ流れていきます。越水の範囲はさらに拡大しています。氾濫によって車両が水没し、避難は困難な状況です。停電が発生し、情報が途絶えています。下流の市街地付近では五ヶ瀬川の水が堤防を越え、市街地へと広がっています。大量の水が堤防を越え、市街地に向かって流れていきます。堤防付近は非常に危険な状況です。一見危険とは思えないような場所が越水しています。市街地への氾濫がさらに拡大、非常に速い濁流となって市街地に襲いかかります。祇園町の道路は冠水し、浸水域はさらに拡大しています。道路の冠水が拡大し、車の移動に支障をきたしています。風の影響により至る所に物が散乱しています。市内の全域で通行止めが発生し、渋滞が起きています。
場所によっては腰の位置まで水が上がり、避難が困難になっています。一方、大瀬川もいつ決壊してもおかしくない状況になっています。越水していた箇所が決壊し、氾濫発生情報が発表されました。決壊後、濁流が町へ一気に流れ込みます。決壊箇所付近は非常に強い流れで、木造の建物や車などが流されています。平成27年9月の豪雨では、栃木県を流れる鬼怒川の堤防が決壊し、広い範囲で氾濫が生じ、甚大な被害となりました。氾濫は一気に拡大しています。決壊して30分程度で県立延岡病院にまで氾濫が広がっています。さらに1時間後には常富小学校やイオン延岡店まで拡大しています。濁流によって建物の外に出られない状況になりました。イオン延岡店など高い建物の屋上で避難した人が救助を求めています。氾濫によって建物が水没し、孤立化しているところもあります。消防本部、警察本部、自衛隊は連携した救助活動へ向け、逃げ遅れている要救助者の情報を共有しました。吹き返しの風によりヘリが使えないため、消防本部ではボートによる救助を実施しました。自衛隊は災害派遣要請を受け、孤立した地区への救助活動を実施しました。現場では次々と重篤患者が搬送されています。非常に多くの重篤患者が手当てを受けています。周辺の道路が瓦礫で通行不可能となっており、搬送を受け入れてくれる病院を調整中です。災害拠点病院である県立延岡病院では、重篤患者の受け入れ要請が相次いでいます。氾濫後は流木や瓦礫などが散乱し、救助や捜索活動の妨げになっています。氾濫が生じたエリアでは瓦礫などで通行ができない状況です。水が流れず排水作業が必要な箇所もあります。大量の流木や瓦礫により至る所で道路が寸断、通行の妨げになっています。瓦礫の中には流された車もありました。緊急車両を通すため通行規制を行います。これにより渋滞が発生します。道路の寸断や通行止めで多くの車両が立ち往生することが、救助や復旧活動の遅れの要因になるのです。自衛隊、消防は市役所に派遣している情報・状況連絡係リエゾンにより、どこでどれぐらいの要救助者がいるのか、引き続き人命救助に関する情報を共有します。どの道を優先的に通行可能にするかを検討します。災害拠点病院へのルートを最優先に復旧。国道218号の道路警戒の様子です。関係機関で連携し、道路警戒、排水活動を実施します。国土交通省は排水活動に向け排水ポンプ車を現地に派遣、最優先で排水すべき現場に向かいます。現地で排水ポンプ車を設置し、溜まった水を排水しています。一方、堤防が決壊した箇所は緊急復旧を行っています。現地の情報提供は衛星通信社を使っています。ライフライン復旧活動の様子です。宮崎ガスでは県立延岡病院へ透析患者のための移動式ガス発生設備の派遣を行っています。九州電力では電源車の派遣を、延岡市では給水車の派遣、NTT では通信の復旧対応を行っています。命を守るために、いつ、
どのような行動を取るべきか。延岡河川国道事務所では、想定最大規模の水害に対して、さまざまな取り組みを行っています。この映像を見ることで、水害に対する認識が高まり、日頃から万全な備えができるよう、参考になれば幸いです。